おっさん最高だぜ。うひょー、邪魔すんなよ金右衛門。では広い世界を見たい、自由に。あららおでん食いたい。よし確認、速やかにかつ静かに上陸せよ。よいか同志たちよ、ここから我らは二手に分かれ山道を抜けて裏口へ向かう。それぞれ拙者と伝次郎についてまいれ。そうか、無事か、よかった。あの時の喜びも悲しみも全て幻。拙者の知っている勘十郎さんは描かれた絵、別れを告げる相手もいない。ならば、ならば容赦しない。最初から思っちゃいない。今ここにいる俺だけが全て、赤座屋の俺は全部芝居だ。喜びも悲しみも何一つ分け合っちゃいない。お前のことなんか何とも思っちゃいない。全ては黒住家のため。死ねえ。一歩エントンの術、サッカー。コネが無敵の忍者、霧の雷像、ただいま参上。知らんと言ったらお前の態度は変わるのか。とどめだ、引く引く、やるんだ。じゃあ教えてやる、侍なめんなよ。お待ちしていた。雷蔵など神に誓って知らん。何が滅ぼうとも敵に仲間は恨んぜよ。湯柄たちにも秘密ですまんかった。我の国の光月一族と我らは遥か昔より兄弟分。そんな男がもしおったらこの命くれてやる。気にかけていただけるとは、なんともありがたきし。姫様お下がりください。カイドウめ、未だに必要な残党狩りとは、カッパ流夜切り。とかく思い出すのは金さん。40年前都で起きた山の神事件、見違えたろうな。金さんたちの帰還を知った時、いかにも光月家が家臣、赤座屋クリーン男が一人、伝次郎。そうか。